さんこんにちは。今日はですね、ホットプレート料理第4弾ですけれども、まずね、ホットプレート料理を作る前にこちらですね、はい、こちらね、羽根下っていう部位のね、ステーキと、あとお刺身、あとね、ステーキ焼いてからね、今日はチーズポックンパっていうのをね、初めて作ってみたいと思います。まずね、お肉から焼いていきます。はい、今ね、こんな感じでね、焼いていきます。はい、皆さんこんにちは、ひめりんごです。とね、今日はメインはね、チーズポックンパっていうのを作るんですけど、その前にちょっとステーキをね、食べてから作ろうかなと思ってます。まずね、今日はこれですね、札幌ビール園、こちらをね、飲んでね、まず乾杯したいと思います。はい、今日も一日お疲れ様です。乾杯。ということで、ちょっとね、フォークとナイフでこのお肉ね、食べてみて、あ、柔らかいね、柔らかい、こんな感じですね。垂れちゃう、はい、いただきます。うまっ、入れすぎた。おいしい。いやー、ほんま、肉肉しくておいしい。ちょっとね、さっきちょっとね、一口大きかったんで、またそれをさらにね、切りました。いただきます、わさびつけて。最高。お肉食べてますって感じがして最高。でね、ちょっと今、まあいろいろちょっと今日買ってきちゃったし、お刺身もあるし、チーズポックンパっていうのを今日作る。これね、鶏肉のもも肉と玉ねぎとネギ。あとね、もし興味があったら概要欄にまた調味料載せときますので、こちらね、ちょっと今から初めて作るんでね、どうなるかわかりませんが、はい、試して作ってみたいと思います。はい、そうしましたらね、初めて作る、チーズポックンパ。こちらね、4人前作るんですけど、うちに、2人しかいないんですけどね。今、熱した、フライパンにごま油大さじ2と、あとお好みでニンニク大さじ1。もっと入れてもいいと思うんですけど、こちらの中にね、こちらの鶏肉と、鶏のもも肉と、ネギと、玉ねぎですね。あと調味料漬け込んだやつを入れて焼いていきます。はい、お肉がね、炒まってきたところにご飯ね、こちらドバッと入れてさらに炒めます。はい、卵ね、ちょっと崩れましたけど、卵ね、落としてこの周りにね、とろけるチーズを散らしていきます。はい、卵に火が通りましたので、上からね、ネギをね、散らしていきたいと思います。はい、できましたのでね、早速ちょっとね、味を見てみたいと思います。初めて作ったんでね、どんな味か分かりませんけど、まずじゃあちょっとお父さんからね、あったかいうちに、あ、おこげもできてる。あ、ネギたっぷりかけてね。はい、私もじゃあ卵のところで、鶏肉はね、小さく切ってくださいって書いてあったんで、ちょっとちっちゃくね、切ってみました。このね、裏はおこげですね、こんな感じで。卵とね、このチーズね、もっといっぱい入れたいんですけど、うちの旦那さん嫌いなんで、この辺にしておきます。いただきます。
美味しい。うん、ちょっとね、味薄いかな。うん、美味しい。このままでもいいんですけど、ちょっと味薄いと思ったら塩コショウしてもいいし、あとね、私キムチを乗せて食べてみたい。いただきます。うん、うん、あ、いい。うん、おいしい。おいしい。うん、チーズポックンパって名前を聞いた時に一体何なんだって思って、で、作り方ね、見たらそんなに難しいもんじゃないし簡単だから作ってみたんですけど、これ、今日4人前なんですよ。うん、で、鶏のもも肉2枚使ってるんですね。で、家族でお子さんとかいる方は、お子さん、あの、コチュジャンがね、結構あの、私は辛くしたんですけど、お好みで加減すれば辛いこともないと思いますし、すっごい辛いの好きだったらコチュジャンもっともっと入れてもいいと思うし、味変ができるのがいいですね。チーズ入れたりね、こうキムチ足したり、いろんなことできると思いますけど、うん、おいしい。このね、また黄身もね、これ半熟ぐらいがちょうどいい。あ、美味しい、これ。うん。あんまり炒めちゃうとご飯焦げちゃうんでね、ちょっとしたお焦げぐらいがいいですよね、やっぱね。後ろね、ひっくり返した時にね。うん。あ、これはいい。うん。すごいですね。というわけで、ビールを飲み尽くしてしまったので、これはね、いいわ。ハイボールで乾杯。あ、美味しい。ご飯を食べながらお酒を飲む女。うん、これいいわ。あのね、チーズもっといっぱい好きな人入れてください。私我慢してます、チーズ入れたいけど。うん、チーズねとこのキムチ最高に合う。うん、キムチはね別に買ってきたんですけど最高。うん、これはいいわ。家族でやるにも、もちろんお一人でも全然、あのフライパンで作れるんでね、分量さえちょっと減らせば。で、余ったらこれ多分明日も食べれると思うんでね、電子レンジで。これはちょっとおすすめでしたね。チーズポックンパって名前もね、私知らなかったので、はい、今日ね作ってみた第4弾ホットプレートシリーズね、第4弾、今日はチーズポックンパ、すっごい良かったです。美味しかったです。うん、もしね、よろしかったらね、概要欄の方に作り方貼っておきますので、家族でね、召し上がるなり、お一人でもちっちゃいね、フライパンでできると思いますので、ぜひご参考に作っていただけたらありがたいなと思います。今日も最後までね、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ひめりんごでした。